マリアーノ・メルガレホは、ボリビアの政治家、軍人。ヤバン・カウディー・ジョの異名を持つ気構と蛮行で有名な、同国史上最も悪名高い独裁者である。メスティーソの被着室師として、コチャバンバで生まれ、17歳で軍隊に入りラパスの軍司令官となった。1864年に、それまで陰で権力を握っていた前、大統領マヌエル・イシドロ・ベルスを暗殺し政権に、ついた。 大統領に就任すると、メートル法の採用や蒸気機関の導入など、近代化政策を取ったこともあるが議会及び、地方の行政機関を解散させ、政敵を弾圧。特にインディオは、共有地を解体されて奪われ、反乱を起こした住民は虐殺された。工業化投支配層に支持され自由貿易政策を取り、それまで保護されていた、主工業を崩壊させた。 またャシと砲当に吹けるために、自分の名を冠した紙幣を乱発し、あたかま砂漠の小石採掘券もちりに売ってしまった。こうしたことから1871年に、アグスティン・モラレスにより、クーデターを起こされ失脚する。追放され同年、亡命先のリマで愛人の弟に暗殺された。ありがとうございます。